ヒュッフェンハルトは、ドイツビュルテンベルク州ネッカー・オーデンバルト郡の町村。この町は、ネッカー・オーデンバルト郡南西部の高台、ネッカー側の西わずか数キロメートルのオーデンバルトと、暗い日顔の間の高台に位置する。ハイデルベルクの南東、約30キロメートルの位置にある。この町は2つの地区からなる。北部のケルバーツハウゼン地区と南部のヒュッフェンハルト地区で、ある。 隣接する町は、北にオーブリヒハイム及びハスマースハイムのホッホハウゼン地区、東にハスマースハイム。南は、ハイルブロン郡と境を接し、ジーゲルスバッフ派及びバートラッペナウのボレンベルク地区。西には、ラインネッカー郡のヘルムシュタットバーゲンが位置する。長域は、標高219メートルから338メートルで、一部が、ネッカー王自然公園に含まれる。 町域を流れる川の一部は、わずか数キロメートル東のネッカー川に向かわず、西のバレンバッハ川に向かう。この町は、ヒュッフェンハルト地区及び、ケルバーツハウゼン地区からなる。ヒュッフェンハルトの最も古い定住の痕跡は、1844年に、ラングヘルトの地から発見された、出土品で、紀元前3世紀の新石器時代の遺物であった。また、 ローマ人の痕跡も残されている。これらが今日まで直接続いているかどうかは不明である。現在のヒュッフェンハルトはおそらく10世紀の初めに成立したと推測されている。1083年のエルヒエンバート・フォーン・レッティンゲンからヒルザウ修道院への寄贈証書に初めてその名が記録されている。シュバルツバルトのライヒエンバッハ修道院の 寄贈目録には1150年頃ハファリンハートの辞書がライヒエンバッハの修道士にもたらされたという記述が残されている。中世世紀にはボルムス司教の貢献家グッテンベルク城の城主がこの村を霊園として治めた。1417年からバインズベルク家、1449年からゲンミンゲン家がその人を引き継いだ。元元家は1497年以降、 この村の高等裁判権を得ていた。この他に、ビンプフェン騎士本部、グッテンベルクのユカーヤスキャプラ内、ビンプフェン市民、ファイト・フォン・ハルムシタット等々の所領があった。1525年頃、この村に、原民元家により宗教改革がもたらされた。1600年頃にはヒュッフェンハルトの人口は約400人で、あったが、30年戦争後にはわずか6世帯にまで、 減っていた。17世紀後半には、ここに、原民間からの保護ユダヤ人が入植した。1806年、新しく成立したバーデン大公国の下で、ヒュッフェンハルトは、独立した町となった。町ははじめ、別クスアムトネッカービショフスハイムに属した。1864年にこの別クスアムトが廃止されると、ヒュッフェンハルトは、 別イルクスアムとモスバッハに移管された。1938年、この別イルクスアムとは同盟の軍となった。1973年の軍の再編で新しく、ネッカー・オーデン・バルト軍が成立し、ヒュッフェンハルトはこの軍に属すこととなった。宗教改革から第二次世界大戦までの間、この町の住民はほぼ完全にプロテスタントの信者であった。 戦後カトリック系の難民が流入して、その比率が増大し、2007年現在、約27%がカトリック系住民である。ヒュッフェンハルトとケルバーツハウゼンには、それぞれ独立したプロテスタント教区が設けられている。また、両地区はジーゲルスバッハのカトリック教会の管轄下にある。ヒュッフェンハルトの町役場この町の議会は11議席からなる。ズガラ。 左右に分割。向かって左は赤字に金色の小さな隙。向かって右は青字に2本の金色の横帯。向かって左のバーデンコの色を背景に描かれた隙はこのヒュッフェンハルトのシンボルで18世紀から街の境界石や印象に使われていた。向かって右は1449年から1805年までこの街を治めた。 原民元家の紋章を暗示している。ヒュッフェンハルトは、騎士領時代にも好きの紋章を使っていたが、二頭のライオンが紋章を支え、紋章の盾の上には王冠が描かれていた。バーデン大公国の行政府は1895年に王冠とライオンに異議を唱え、紋章を変更するよう圧力をかけた。1904年に赤字に好きの紋章が提案されたが、 拒否された。現在の紋章は1960年に州文書局によって制定された。ヒュッフェンハルトはネッカービショフスハイムからのクレプスバッハタール鉄道の終着点である。プロテスタント教会バロック様式のプロテスタント教会が現在の姿になったのは新郎が建設された1738年のことであった。 歴史的な筒型屋根に覆われた内部には二重になった木製のギャラリーが設けられ歴史的なオルガンを備える。下のギャラリーの欄間には聖書のシーンを描いた油絵が掲げられている。祭壇は木製でカザリータや寄せ木細工が施された暗い日ウや暗いナオーデンバルト地方では珍しいものである。この祭壇の背後にはバロック様式の歴史的な説教団がある。 アラ井ライバンは18世紀後期のものである。教会の外側には、等身大の石像と共にヘルムシュタットの墓碑が残されている。プロテスタント教会の前には、1870年から71年に建てられた戦争参加者のための栄誉碑と、1927年に建てられた1914年から1918年の戦争での戦没者のための記念碑がある。 さらに歴史的な牧師館や近代的な泉がプロテスタント教会周辺のアンサンブルを形成している。国民学校フランスイシ第二次世界大戦後、画家エドガー・ヨーンがこの町に暮らした。彼の名にちなんで名付けられた通りがある。また、郷土詩人カール・シュラムの成果があり、彼にちなんで名付けられた通りもある。ありがとうございます。